秀吉は元鹿を降伏させ、見事四国平定を成し遂げた。この頃秀吉は朝廷より豊臣の姓を賜り、羽柴秀吉から豊臣秀吉へと改名、豊臣政権を樹立した。秀吉は次なる目標を九州に定める。九州は島津家によって統一目前のところまで来ていた。豊臣軍は豊後の大友家の救援要請に応える形で出征。島津に抵抗していた立花宗茂、銀千代を迎え入れた。数の上では有利だが、地の利は島津にあった。少しの油断が命取りとなる。九州征伐の幕が開いた。天下統一の勝利、九州征伐。九州征討軍の総勢は20万。秀吉様の本隊のほかに毛利、徳川、長宗我部、立花など他家も参戦いたします。うん、この圧倒的な物量を見せつけりゃ島津も引くしかないじゃろう。たとえ豊臣陣営にいようとも、俺の魂は消えない。この九州で高らかに奏でよう、反骨の歌をな。まあしっかり頼むわ。おお、宗茂、銀千代、チコ、お前さんたちに礼が言いたい。もし九州全土が島津のものになっとったら、わしはもっと大規模な軍を起こさねばならんかった。その分時間もかかるじゃろうし、人死にも増えたじゃろう。すべては立花二人の働きと亡き常雲殿の命を落とした奮戦のおかげじゃ。ありがたき幸せ。我らの立花山城は島津に一旦制圧されましたが、家臣が立花山城に忍び込み本丸を奪還した模様。主としてはすぐにでも救援に駆けつけたいのですが。ああ、分かっとる。さあ、立花山城に群れとる島津を追っ払うで。官兵衛殿、この戦は見せしめですね。残る関東の北条、奥州の伊達に対するか。いや、これは上策。九州の顛末を見て北条、伊達らが降伏すればよし。無駄な犠牲を出さずに天下統一を果たせよう。だが島津のように抗ったらどうなる。中策を取る。圧倒的な兵力で囲み、戦う前に降伏を促す。降伏せねば徹底的に叩き潰す。これは下策だが、乱の火種は残せぬ。物量前提の力技ってところですか。まあ、あるものを有効に使ってこそ軍師ですしね。豊臣の力技、果たしていつまで持つか。島津は立花山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃。一刻も早う立花山城を救援するんじゃ。常雲殿が稼いだ時を無駄にしてはな。豊臣の歓迎の準備ができておらん。すまん、門を開けろ。Thank you.
ところ立花の城の一族も踏みにじられた。ああ、だがまだ生きているものも彼らを助けるまたやり直せるさ、立花を。味方本陣と敵の砦が近いよ。疲れんように対策を取るわ。私の身を案じてくだされた。九州に咲く花を散らしておく。九州を奪い、次は関東か。天下人とは強引な。兄上、私も橘山城、共に戦い、この国の未来を築きましょう。の妙で家久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡吹かしてくれ。開門、これで終わりだ。なっ、すいません、総攻撃をかけてきよった。こりゃ本陣の守りを固め、どうか任せておけ。先じゃ。
た一つ。秀吉が九州に来た時点で我は勝ちよ。九州を取りまして狙うは島津の本領安徳。兄者には構わぬよ。敵将討ち取った。よっしゃ、最後の砦も打ち破ったな。全軍岩屋城へ総攻撃じゃ。開門、最後まで諦めない。この身果てるまで。氷条件変更。敵将討ち取った。島津の執念、まことにあっぱれ。じゃが、無駄に命を捨てるつもりか。ならば、この博打、降りるとするか。叔父上、命捨てる戦は、ここではないよ、豊久。見たか、義継。あれは力に任せた脅しだ。秀吉の物量で押すやり方では人心はつかめまい。秀吉様はある時を境に覚悟された。天下統一のためなら脅しも辞さずだ。だが秀吉亡き後、豊臣の崩壊は目に見えている。義継、そこにいて本当に夢は果たせるのか。長政様と追った夢を。ああ、この陣営にはあの方によく似た男がいる。周りにどう思われようと、どんな逆境にあろうと、己の夢のため突き進む男がな。俺は徳川で、お前は豊臣で、それぞれの夢の続きを追うのだな。ならば、いつかまた俺たちは戦うことになるかもしれん。二度目の別れか。俺が勝ったら、せめて墓ぐらいは作ってやる。常雲殿は喜んでくれているだろうか。喜んでいるさ。お前が塩らしく花を手向けているのだからな。貴様、冗談だ。高橋常雲という男を後世はどう評価するのかな。無謀な戦をして
犬死にをした愚か者というのか、それとも最後まで戦い抜いた壮絶な勇士と褒めたたえてくれるのか。誰が何と言おうと、ジョウン殿は勇敢に戦い散った。それは私たちが一番よく知っているはずだ。ジョウン殿の誇りと諦めない心は確かに私たちの心に刻まれた。それで十分ではないか。ん？何がおかしい。いや、今確かに見えたのさ、父の喜ぶ顔がな。